こんにちは、フレックスの桂木と申します。今日のお車はこちらですね、ハイエースのスーパージェルダークプライム2のお車になっております。今回のお車ですね、新古車になりますので、登録令和6年今年の8月で、走行距離約25キロお車になっております。まずフロントの方からですね、車の装備としてはトヨタセーフティーセンスのミリ波レーダー、それから、インテリジェントクリアランスソナーのセンサーが前方に4箇所で、パノラミックビューモニターのフロントカメラがついております。で、フロントのカスタムとしては、バットフェイスボンネットですね、ボンネット交換させていただいているのと、フロントのスポイラーですね、クリーンルック3の内巻きのスポイラー取り付けさせてもらっています。続いてサイドの方ですね、今回ホイールがフレックスオリジナルのデルフ04の16インチに、トヨのオープンカントリー入れさせていただいております。で、オーバーフェンダーもフレックスオリジナルのデルフィーノラインのオーバーフェンダー装着済みのお車となっております。はい、続いてリアの方ですね、まずは、フレックスオリジナルのルーフスポイラー、それからテールランプが、プレステージ LED テールランプで、今回、バレンティ製のハイマウント、こちらも入れさせていただいております。で、後ろの方にもですね、インテリジェントクリアランスソナーのセンサーが装着済みになっております。リアゲートを開けさせていただくと、今回ですね、ベースの車が4ナンバーの小型貨物車になっておりますので、こちらの荷室のスペースの部分に、ご希望のベッドを入れていただいたりとか、あとは床を張っていただいたりとかの追加のカスタムも、可能なものになっております。そして2列目の部分ですね、今回メーカーオプションのパワースライドドア付きの車になります。で、ダークプライム2がベースの車両になりますので、こういったハーフレザーのシートだったりとか、天張りが黒色で統一されております。続いて運転席の方ですね、ダークプライム2の装備としてハンドル、それからシフトノブ、ナビ周りのパネル、こちらがマホガニ調のもので統一されております。で、今回ですね、カロッツェリアの7インチナビ入れていただ、させていただいてますので、追加のカスタムで HDMI ポート入れていただいたりとかしても、ミラーリングだったりとかも可能になります。はい、いかがでしょうか。今回のお車ですね、一応扱いとしては新古車っていう形になるんですけれども、カスタムもすべて新品で入っていたりとか、カスタム内容満載のお車になっておりますので、こちらの車が気になる方、ぜひ下記の概要欄からお問い合わせいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。